プロってこうインパクトの時こんぐらいなってないの足。なっと。これさ、こうインパクトの時こうベタ足。うん。で体回ってないの。そうなっとけど膝は出てないよね。うん。でこうなって。うんうん。これかっこいいやろ。てか3番ウッドいいやろ。3番ウッドやばい。マジで。うわーとかいつも言う。確かに。マジで違うって。緊張感がないよ、ね。そう。ドライバーがなくてなんか困ることある？ない。ない。でこれバックティーからね。うん。全然ない。まあ飛ぶ剣っていうのもあるやろけど。正直。まあロングでツーオンさせたいなっていうのも確かにできんくなるけど。うん。ドライバーの時はさ、セカンドウェッジの時とか結構ある。うん。よし。うわ。ふわ入れじゃないこれ。完璧やん。よっしゃ、ちょっと上げとったけ。うんうん。あ、わざと？やば。あざです。で、3番ウッドやったらゴルフになるじゃん。うん。マジで。3番ウッドだけの方がいいぐらいある。こんな寒いのに4番。うん。で、最初あれちょっとグリーンむちゃくちゃやもん。あー。もう凍っとってん。そうやね。もうゴルフじゃないもん。だけど最初のダボとか大してのプラス5とかもね。うん。あの、しょうがないよね。あんなしたことない。困らんしな、アプローチ意外と重いし全部なんか雪だるまみたいになっていくよ、ボールが最後拾うとこめちゃ冷たいよ、ボールめちゃくちゃ冷たかった、キンキンになってた残り何ヤード163 163ちょっと上げやね、うん、ティーショットも上げやったもんね届かんやろね、この上げ7番でいこう、やっぱはいちょっと右からの上げかうんうわあちょっと回ってない体がバンカー入ったバンカーかまあバンカー練習中やけんねいいやはいうんよしまたボギーいけそうあそううん、うん、でパターが上手い人、うん、アプローチ上手い人って手袋外すっちゃうカッコつけ手袋をつけとる人上手い人見たことない本当にあでも俺バンカーやったつフルショットするけど手袋つけとかないはい乗ってなでも手袋マジでつけんがいいよだって練習中、うん、手袋つけてないアプローチの時ねアプローチの時つけてない大丈夫感覚が大事てか邪魔になってくるなんかこう 手の握り方とかでやっと、はいはい、強く握ってしまうやん、うん、強く握りたくないけどさまたボギー取れるやん取れそうやばっ肩顎高っ58で58? うん、うわこれでも結構難くない手前でピンが確かにエッジより手前に落とさないかんぐらいかもねうん結構離れてうん桜井翔吾プロのバンカーショお願いします桜井翔吾プロ仕込みのバンカーショ足埋めてうんうわちょっとオーバーオーバーしたちょっとオーバーいやでも止まったよマジうんいやスピンかかったうんスピンかかったマジうん困っとる、まあ、ちょっと手前に落としてさ、うん、なんか、ま、もう一回上アプローチよりかいいかなと思ってここ大事よ入れたらパーやけんね入れたパー手袋取りよるし手袋取りよるかっこいいね手袋取りよるやここね、うん、ちょっと弱いまあまあまあナイスアプローチ打ってるよりともまあ確かに、ね、マークしちゃって、はい、おお、うえうわーうそやちょ、やばすぎるってマジでやばやばすぎるってやばいね、本当に本当にやばいねパターマジうまいっちゃんボギーと思ったやろ大使にはあげれんよオーナーはボギーパットちょっと決めたいね、うん、もうまっすぐはい、まあ、弱くなったら切れるけんね、うん、おーあべーナイスボギーボギーね3連続ボギー3連続ボギーマジでうまくなるよってやだっすむっちゃうまくなるよやばいねめっちゃ上手くなるよよしよしまずボギーから頑張ろう
てかスコアは、うん、俺はね、ボギーボギーとかパーパーじゃなくて後からついてくると思っとうけん、うん、もう考えんが今やらないけんこととか、うん、やるべきベストなことを考えるのが一番いい。なるほど。だけどさっきもウェッジでとかパターでどうしようってなっとったんや、うん、今のパーパーと、うん、あーウェッジ使わんでパター使ったのもいいと思う、うん、よかった。めちゃくちゃ、うん、ナイスよ。あー、そういう判断がいい、うんうん、でそれでミスるとかミスらんとかが出てくると思う、うん、でそれをあーさっきミスったかなミスらんかったかなとか確かにっていうのを全部情報収集今していったらめちゃくちゃいい、ナイスボギー、うん、あれですめっちゃいいよ3連続ボギー、うん、後半これちょっと夢あるよ、ハーフハーフベストヤードです。はい、じゃあれです203、203、うん、203、203てかバックティーからやけどすごいよね、うん、大使203やったら確かにファーストイヒーの203とか初めてかもしれない。203って大使6番やんまでしか持ってないけどどうするん。いやーどうしよう、やばいね、フォローかな、5番やんで、うん、ピンセンターやね、うん、乗せたいね、今パターが調子いいけど、うん、確かに。うお、来たこれ。あ、入ってこんね。とりあえず乗って、うわーちょっと精度悪いね。出だしめっちゃ良かったよね、フェードしてこないとね、うん、あのさ、うん、翔吾さんに教えてもらったアプローチやりたいっちゃんね、なんかスピンを、スピンめっちゃかかるやつ、コック使わないやつ、うんうん、うわちょっとでもだってこんなになるね。ハンドレートで足開いて、うん、体回す、いやー分からんこれ、やっぱコース出たら違うね、分からん、むずい、むずい。何パット？パーパット。おい、えいやちやばいって、もうパーは？パターは最高や、何してもいいやん他のパーパター好きじゃんね。いや好きっていうか上手すぎ、狭すぎ。3番ウッドのコース、347しかない。パターマジ何、もうパターむっちゃいっちゃん。毎日練習しようって言うともね、うん、再現してない、しないぞ速いグリーンの方が好きっちゃん。あ速いやん、フレアは少なくていいし。あ重いグリーンの方がなんか苦手、入らん。重いグリーンって入る人おるんかな、あれ転がらんもん。マジでやばいってパター上手すぎ、パターやばいや。でもラインの読みはあるやろ、難しい。でもタッチもあるか、コースもあるね。こう順回転しとるやろ、ライン書いておくけど、ラインがあったらこう、あー左に引っ掛けたってこういうラインになる、こういう転がりになる、はい、右に引っ掛けたらこんなんなる、うん、もう分かるけんさ。で自分で練習しよるときはあの T こう刺してからさ、うん、55mm の幅で T 刺してここずっと通す練習しよると、うん、ちょっと右にこうなったらもうコーンって当たるし、うん、こっち左に引っ掛けたらこう当たる、出だしね、順回転、出だしがもうまっすぐ行くってことは順回転で転がらないと無理、うん、っていう練習はね。でも読みが合ってないと無理や、うん、読みは経験値かな。でも足こうやってやるよったら、うん、あこれめっちゃ下るなとか、うん、切れるなんて分かるよ、うん、分かってくれちゃうね。そうなんです。でも70で出さんといかんけんさ、うん、とりあえず今日の企画は、はい、そうやね。フォーバー、今フォーバー、フォーバーやね、フォーバー、バーディーがないっていうのがね。大使持ち玉作った方がいいね、うん、持ち玉、フェード、フェード打ちたいけどな。フェードもいいよ、うん、どんなライでも打てるもん。練習いかんとね、持ち玉どころじゃないよ。そうね、持ち玉、練習場に何をしに行くかやね、うん、持ち玉作りに行くんやったら分かる。そうやね、ただいいボール打ちに行くんじゃいかんぐ、ストレス溜まるだけ疲れるさあ、で3番アウト、ここね短い347の上り、うん、パターン上げやねん、はい、上げとんね、うん、なんかドライバーやったらうわ狭いなって思うけど、うん、スプーンやったら全然思う めっちゃいいやん、3番完璧やん完璧やん完璧やん、マジで。そうやろ、3番ウッドの精度やばいんよ。ドライバー禁止マジでドライバーだけに使いたくなくなるよ確かに全部フェアウェイから打てるじゃん、最近バリーンとか飛んだよ。こんな狭いフェアウェイにさ、やばいやん、狙えるようになる。確かに俺ね、3番ウッド最強と思っちゃうんだよ。ドライバーやめり、もうドライバーやめようかな、うん、
完璧やん。完璧。でピンが左右か。でバーディー取っとかんとやろ。だって残りも90ヤード。90？だってこれ以上飛ばす必要ないもんね。そうじゃん。うまいよこれ。うまいよ。バックスピンかかってそう今の。いやーナイス。かかっていいんやけどね。よし、バーディー取ろう。うん。まさかの真っ直ぐのラインかもしれない。そうそう。ああまさかの真っ直ぐねこれ。線を持ってる。さ、バーディーパット行くよ。はい。ショートしとるってあよ。わあ、マジ乗っとった。完全にショートやんもう。いやーライン合っとったね。読みは合っとるのに。うん。もう肝心なとこでショートしとるけん。じゃあ前半あれでした。ありました。なんか重くなってきたんよ。なんか雪なくなって。冬のゴルフはいろいろと難しいね。むずいねマジで。プレーンしさ。うん。けど3番ウッドやばくない？やばい。マジで。マジでなんか不安がない。ティーショットいつものと違うくらいですよね。違う。2023年ドライバーもう抜いてめっちゃ熱くしようかな。あ、ね、さあ前半ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き3番ウッドでいきます。373ヤード。373。前半4オーバーやね。前半は4オーバー。4オーバー。本当はだって最初のさ、あの食事のグリーンとかさ、まあアプローチとかが悪かったにせよ、うん、ちょっとあれはないやろ。あんなゴルフできんけ。まあ3オーバー以内でもあれば70台か。3オーバー以内で、うん、ドライバーなんていりません。マックティーからドライバーなんていりません。うるさいの。じゃあお願いします。お願いします。チョンってなると奥の鉄塔より左狙います。おうおう。アゲアン。うん。いや曲げたけど残りそうじゃない？ちょっとペラったけど鳥が逃げてったけど残ってそう。全然大丈夫そう。うん。ほらこれ3番ウッドやばいやろ。ドライバーやったら絶対ダメやろ。ねえ絶対ダメやろ。ドライバーやったらもう OB やん。うん。飯食ってからさしょっぱなってこんなあるやん。これがでかい。右にペラっても OB に行かないと。確かに。ていうかなドライバーが合ってないんかな。じゃあそう考えたらヘッドがフェード打つようになってもうちょっとなんかこうスピンが入りにくいやつとかにしたら、うん、サイドスピンも抑えれるのかな。わからん。飛びすぎやもんな、ドライバーが。ドライバー飛ぶけになるっていう問題なんかな。で、3番ウッドも飛んどうやん、人のドライバーより。まあまあまあ、アイアンやってそんなに曲がらんやろみたいなのあるもん。ドライバーだけなんか曲がる。シャフトが合ってないかなと思っていろいろ考えるの。そもそもヘッドかもしれん。センター狙ったらね、左行きよ。乗った。ナイス。とりあえず乗りました。3番ウッドで打っとったらここにコース内に残るけん。確かに。やばくないマジで。結構ペラった感じしたけどね。ね。むちゃくちゃよくない？うん。マジでいいよね。OB ないやマジで。OB ゼロやけん。ね。うん。すごくね。すげえ。俺が OB ないって。確かに。マジで。これ70台出すコツ。うん。3番ウッドだけしか打たない。ドライバーは握らない。マジで。でも今も140とか30やんの、うんうんうん、もうここ長いんやけどね。確かに全然いいよね、うん、ペラってあれやけど。まあ270ヤードって普通の人のドライバーとかも一緒ぐらい、うん、そうね。さあバーディーパットいきます。はい。お、いいよいいよ。あー、そっから残っとうね。あ、タッチが弱かった。切れそう。スリーポット絶対嫌だよ。いや、切れた。あやっぱ切れるね、うんうん、スリーパー。はい、オッケー。はい、さあ、行きましょう。行きましょう。絶対曲がらんやん。やばいよね、マジで。
コースない、うん、まあ、ロングで485あるけど、で登りやん、うん、全然問題ない。あれ飛んどるわ、サムウッド、ちょっと上げやけんさ、あれ、うん、あれ飛んどるわ、残り200、210の登りやけん、うん、230ぐらいじゃん、うんうん、3番ウッドでもう一回チョンで、はい、クワ入れで、3番ウッドクワ入れアゲンスト、3番ウッドクワ入れアゲンスト、クワ入れアゲンスト、クワ入れ引っ掛けた、低かったね、あーでもおー出てきた、クワ入れいいね、うん、堀川みくむ、クワ入れしちゃった、40ヤードぐらい、40ヤード、うん、58で、はい、スピン入ったね、おー、ショウゴさんの打ち方でナイス、うまく打てた、うまかった今、ちょっとスピン練習しようじゃん、低い球でね、うん、開いて低く、うんうん、よし、バーディーチャンス、うまっ、あざっす、バリ近っ、めっちゃ近い、わからん、あ、バーディーパット、わからん、これ3つあるな、よっしゃーバディー、マジで、あーやっとバディ取れた、正確やねマジで、よし、やばくない、やばい、切れたよねちゃんと、うん、ど真ん中いってた、よしよし、バディ3番ウッドだけでバディ取れる、ナイス、取れる、うるさい、取れる取れるね、やばい、いらんやんドライバー、マジでない方が出そうスコア確かに、いやしかもなんていうの、そのベストというか、うん、アベレージでいったら絶対出るそう、出るね、うん、確かに、一発の破壊力はないけどね、そうそうそう、ありがとうございます、じゃあ3番ウッドでもちろん、はい、アゲンストです、またなぜか、いや完璧やん、マジ全部狙ったとこ行くんやけど、フェアウェイ外しそうな気がする確かにそれでいいや、雷角が圧倒とかそんなんなんかな、完璧やん3番ウッド、やばい、やばいよね、なぜこれ、なんか分かる人いますか、雷角が違うんかな、俺 10.5 度のドライバー使ったんやけど、うん、それがいけんのかな、こう雷角がシャフトは同じ 10.5 度の使っとって、うん、でそれを 8.5 度まで立てたんや、ローアーに入れて、はいはい、それで一時期良かったけん、でもそれって多分左に行きづらいような、でドローの時それをしよったんや、うん、ドローの時はそれで良かったんやけど、左に行きこう引っ掛けが嫌やったけんさ、はいはい、でもなんかフェード打つようになって左に出しづらいんかなと思って、あんまり捕まりが悪いなと思ってっていう感じで、なんかそれが原因なんかなって思って、ちょうど壊れたけん、なんかね9度、はい、普通のスタンダード9度のロフトのドライバーをスタンダードに刺してみて、それでなんかいけたら安定したらいい、3番ウッドは何でうまくいったのかわからんけど、謎です、ほんでバリ飛んどる、やばいと思う、マジで飛んどる、95、51度で、はい、すごいね、全部フェアウェイ、うん、いつも俺の動画見よう人はわかるっちゃうのか、確かにこの精度の違い、うん、フェアウェイほとんどおらん、あーって言わんもんねよし、刺した、うん、ナイス、またバーディーパット打てるやん、マジでフェアウェイからゴルフできるの幸せこの辺からのさ、うん、ウェッジからマジでうまいけん、そうね、52とかさ、てか全然さ3番ウッドでも飛んどるやん、うん、まあドライバーやったらもうちょっとここら辺来るんよ、で確かに58で打てるっちゃ、うん、うん、だけど精度がさ圧倒的に OB とかなるけん、確かにこの細いフェアウェイ全然狙えるけんさ、うん、3番ウッド、なんか3番ウッドって別に飛ばそうとせんけんかな、あね、謎、なぜ3番ウッドがいいのか謎で分からん、で2番ユーティリティも得意なんよね、うんうん、謎ない、バーディーパット、はい、ボール1個分右、右フックライン、うん、ちょっと浅めに読む、うん、入りそう、またはい、あー切れるか、あー切れたね、うわー欲張ってるね、こんぐらいにつけれれば実際入る、うん、うお、ナイス、
ば。褒美なし、褒美なし、褒美なし、褒美むちゃくちゃ嬉しい。張り込んどるわ。新年明けまして70 ありがとうございました。ナイスです。ありがとうございます。